今はやっぱ若者たちは仕事もない、うん、で卒業大学卒業した瞬間にものすごい学費が高いのでローンを背負ってる。でこれから年金とかもどうなるか分かんない、医療制度もガタガタになってる。でそこにさらに気候変動問題も加わってくるってなると、やっぱり今の社会これ相当おかしいんじゃないのっていう鬱憤がかなり溜まってるんですよね。おはようございます。増田恵里奈です。久本和明です。株式会社ワンピースプレゼンツ100年後の未来へ。この番組は100年後も子どもたちが幸せに暮らせる地球を目指して第一線で活躍されている方々をお招きし、日本や世界が向かうべき道や解決策について語り合い発信していく番組です。この番組から生まれたつながりが大きな渦になり世界に広がることを願っています。久本さん、よろしくお願いいたします。そして今回のゲストは大阪市立大学准教授で経済思想家の斉藤幸平さんです。本日はリモートでの参加ということでよろしくお願いいたします。お願いします。よろしくお願いいたします。斉藤幸平さんはアメリカウェズリアン大学卒業後、ドイツフンボルト大学哲学科博士課程を修了。2018年にはマルクス研究における最高峰ドイッチャー記念賞を日本人初、史上最年少で受賞しました。そして著書人新世の資本論は現時点で32万部を超えるベストセラーとなり、2021年新書大賞第1位に輝いていらっしゃいます。100年後の未来へ、この後斉藤幸平さんと一緒に加速する資本主義の問題点について考えたいと思います。久本さんは以前から斉藤さんの著書人新世の資本論を読まれていて、斉藤さんにすごく注目されていたということなんですよね。いや、すっごくわかりやすくて、まあ、あれを読んでからその共有財の概念とかコモンズの理解、あと資本主義についてさらに深く理解できたんで、あ、このまま資本主義のやり方では全然解決しないんじゃないかなっていうことにすごく気づかされてですね、私もいろんな個人活動が予約できるようになりました。ありがとうございます。大きなこう影響を与えた方ということで斉藤さんにお話を伺っていきたいと思います。久本さんも聞きたいことはどんどん聞いていただければと思います、はい、まずこの人新世の資本論を執筆したきっかけを教えていただきたいんですが、資本主義って言葉が出たんですけれど、やっぱり資本主義自体が相当行き詰まってるんじゃないかっていうことなんですよね。でこれは2つ端的に表れていて、まず1個は格差、ものすごいお金持ちの人たちが莫大な富を独占していて、でも本当に多くの人たちは日々の生活も苦しいとか、そういうもう格差がものすごく深刻になっちゃってる。で、もう一個が環境問題、特に気候変動の問題なんですね。で、やっぱりどん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 みんなが経済成長して豊かな暮らしを目指していくと、その過程で二酸化炭素もたくさん出て、今地球環境がこのままではもう大変な状況になる。っていうかもうすでになって、例えばドイツで洪水とかこの間も起きて大ニュースになってますけれど、ああいうことが今後ますます起きるようになっていくっていう中で、本当に資本主義で解決できるの？で、もしかしたら、この格差と気候変動っていう問題を解決するためには、資本主義じゃないシステムにした方がいいんじゃないかっていうことを、まあ、僕はですね、今回マルクスっていう思想家を使って、別の世界のビジョンを描きたいなと思ったのが、執筆のきっかけになりました。この現代の資本主義と、そして斉藤さんが研究されているテーマでもあるコミュニズムの考えということなんですけれども、ここの違いはどのようなものなんでしょうか。現代の資本主義っていうのは言ってみたら、とにかく利益を上げることが目的になっていて、どん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 毎年 GDP 3% 成長させていこうみたいなのが目的になる。企業だったら毎年去年よりもいい業績上げようってことが目的になるわけですけれども、それを進めていくと、今もう地球全体を人間の経済活動が覆ってしまうぐらい大きな影響を与えるような、これが人新世っていう地質学の概念なんですけど、もう地球のどこ見渡しても、今我々がいるところにビル建ってますし、目の前には道路があって、で田舎に行ったって農地があったりゴミ捨て場があったりっていうので、もうどこもかしこも人間の経済活動が世界全体を変えてしまっている。でもそのせいで気候変動も非常に深刻になっている。そんな中で
これ以上さらに経済成長を何十年も求め続けていって、果たして地球持つんだろうか、あるいはその経済成長を求めて、できるだけコストカット、できるだけ効率化とかしていく中で賃金が削られたり、あまりに働きまくって過労死したりとか、意味あんのかな？どこかでもうちょっとスローダウンしたり、みんなで今ある富を分かち合う、シェアしていく方法に、切り替えていった方がいいんじゃないかっていうのを、まあ僕はすごいマルクスが好きなんで、コミュニズムっていう言葉を使って、そういう別の社会、要するに資本主義じゃない社会をみんなでもう一回考えよう。平等で、持続可能で、まあみんながハッピーになれるような社会を、考えたいななんていうふうに思ってるんですけど、実際世界に目をこう向けてみると、脱資本主義の動きっていうのは始まっているところもあるんでしょうか？例えばアメリカだったらサンダース旋風とかいう、バーニー・サンダースっていう、民主党のね、政治家の人が、まあ、バイデン、今大統領になってバイデンには負けちゃいましたけれど、実は若者たちの間では圧倒的な、こう、サンダース人気があったんですね。で、このサンダースっていう政治家は自分のことを、ソーシャリスト、社会主義者だって呼ぶような、政治家だったんですけど、でもアメリカで自分のことを社会主義者だとかっていうのは、やっぱり一昔前だったらタブーっていうか、やっぱりこれはやばいじいちゃんだってなったと思うんですけど、今はやっぱ若者たちは仕事もない。で、大学卒業した瞬間にものすごい学費が高いので、ローンを背負ってる。で、これから年金とかもどうなるか分かんない。医療制度もガタガタになってる。で、そこにさらに気候変動問題も加わってくるってなると、やっぱり今の社会これ相当おかしいんじゃないのっていう鬱憤がかなり溜まってるんですよね。で、そういう中で地球環境を救おう。みんなの平等をもっと作っていこうっていう訴えが、まあ、サンダースは、まあ割と年を取ってますけれど、若い議員、アレクサンドリア・オカシオ・コルテスって女性の議員なんかもいたりするんですけど、みんながそういうこうソーシャリズムっていう言葉をむしろいい意味でポジティブな意味で使うようになってすごい支持を集めていて、で、これはアメリカの話今しましたけど、ヨーロッパとかでもそういう動きはあって、一つのですね、やっぱり世界的なトレンドに、まあソ連が崩壊して30年、この間あんまりそういう動きなかったんですけれども、うん、今またそういうのが出てきている。でもそれからやっぱり資本主義で行き詰まっちゃってる、そういう状況にあると思うんですね。そういうお話を伺って聞いていると、今苦しい思いをしていたりとか、そういった人たちからはこの脱資本主義っていうのはすごく賛同を得やすかったりとか理解を得やすかったりすると思うんですけど、この一部のすごい富を持っている富裕層の方、甘い蜜を吸っている方たちはなかなかそこからは離れたくないというか、やっぱりでもそこに富がいっぱいあるわけで、なんかそこが変わらなきゃいけないんじゃないかなとも思ったりするんですけれど、そうそう、だから民主主義がすごい大事で、うん、今ってやっぱりみんな投票もあんまり若い世代とか行かない問題になってますし、僕らってなんか毎日働いて忙しくて家帰ったら、まあネットフリックスとか見て、あるいは携帯でなんか YouTube とか見てそのまま寝ちゃって、全然こう新聞とかも読まなかったりとかするわけですけれども、でもまあなんとなくは幸せなわけですよね。それなりに便利だし、別に300円で牛丼とかも食べられるし、友達とスタバとか行けばお話ししてれば楽しいし、まあネットで何でも繋がるしっていう。だけどそれで満足してて放っておくと、まあ今のオリンピックとかもそうですし、まあこの間日本でも結構いろんな問題出てきますけれど、やっぱり今力を持っている人たちは、どん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 自分たちの好みにルールも変えていっちゃうし、うん、例えば税金とかもじゃあもっと減らしていこうかとか、なっちゃうわけですよね。で、その間に、やっぱりものすごい富が、こう偏って格差が広がってしまった。であるとすれば、やっぱり、でも数で言えば、普通は庶民の人たちのが多いわけですから、やっぱり民主主義のルールに従って、やっぱりもっと僕らも普通の生活をしたい。別に大金持ちになりたいわけじゃなくて、まずは普通の生活をしたいし、持続可能な未来を残すためにしっかりと企業や政府に対策を取ってほしいっていうことを、僕はみんなが声を上げていけば、一部の、今富を独占している人たちも、その富を手放さざるを得なくなるようなプレッシャーってかかってくると思うんですね。だからまあすごい単純にこの本の内容を最終的に言えば、もう資本主義やばい。このまま放っておくと地球もやばいし、富もどんどん偏っちゃう。それを変えるためにはやっぱりみんながこの問題をもう少し深刻に考えて声を上げていこう。でもそうすれば絶対僕らの数が多いし、民主主義なんだから変えられるんじゃないんですか。
そういうこう訴えかけをしたんですね。やっぱ本の最後に 3% でしたっけ、 3% の人が変われば社会が変わる可能性があるとおっしゃってましたけど、今何パーセントぐらいこう来てるなっていう感覚ですか。まあ日本はまだまだね、この間例えば都議会選挙の結果とか見ると、投票率もすごい低いし、なかなかこう今の社会に結構疑問を持ってる人たちって僕は潜在的に多いと思うんですよね、はいはいはい、やっぱりこのままでいいのかなとか、毎日しんどいなとか、うん、将来が不安だなとか、地球どうなっちゃうんだろうって、はい、いろんなストレスとかあると思うんですけど、はい、でもそれがなんかこう自分で何かアクションを起こして変わるとか、そういうこともあんまり想像できないし、うん、なんかこう選挙に行ったって変わらないんじゃないかっていう気にもなってるし、だからすごい無力感も同時にある、ね、確かに確かに。であればとりあえず自分だけが生き残れるように、うん、自分が頑張ろう、じゃあ資格を勉強しようとか、はい、ちょっとニーサをやってみようとか、はい、なんかそういう感じで自分の身を守るっていう風になっていっちゃってると思うんですよ。でもそうじゃなくて、やっぱりみんなで一緒になって、その今の社会の問題に立ち向かっていかないと、一人でいくらやろうとしても小手先の、対応しかできないと思っていて、だからそれをこうどうやったらね、今もっともっと多くの人たちが気がついてくれるのか。でもこの本が売れてるっていうことは、読んでくださってやっぱり、うん、みんなで変えていかなきゃいけないんだと思ってくれてる人も増えてきてると思うんですけど、もうやっぱり 3.5% に行くためには、これ 3.5% の人たちが本気で動くと社会が変わるっていう、真面目なハーバード大学の先生が研究があるんですね。はい、はい。で、だから実はみんな、そんぐらいの人たちが動けば社会変わるんですけど、まだまだそこまで行ってなくて、でもそういうこう動きっていうのを日本でも僕らがやっぱり作っていかないと、うん、本当に気候変動問題がこのままだと大変なことになってしまう。だから何ができるかって、みんなでですね、一緒に考えていきたいなって思ってます。こう、今の資本主義の社会だと幸せの価値観とかも、頑張って働いて稼いで何かを買うとか、なんかそういった何かを富を得るみたいなところに幸せの価値観を置いている人が多いかなと思うんですけど、これっていうのはやっぱり自然に変わっていくものなんですか、それともそこから変えていかなきゃいけない。わかるんですよね、みんなでこう、例えば僕らだって頑張って仕事をして、で、まあ誕生日か何かわかんないですけど、ご褒美に何かいいものを買うとかっていう経験は必ずあるし、で、あるいはその何かストレスが溜まった時に美味しいものを食べに行こうとか、そういうことは別にするなって言ってるわけじゃないんですよね。だけれどやっぱり私たちって今のじゃあ社会どうなってるかっていうと、それにとどまらないで、なんかすごい猛烈な競争があるわけですよ。一個買ってもまたすぐ次が欲しくなるとか、一個いい車を買っても、でもまたやっぱり隣の人のがいい車乗ってたら俺もやっぱりレクサス欲しいなみたいになってしまったりとか、腕時計とか、まあ何でもいいんですよ。洋服、なんか、バーキンとか、そう、何でもいいんだけれど、私たちのこう欲求っていうのが、本当に止まらないところに行ってしまっている。で、欲求って無限なんですよね。うん、で、それのが都合がいいわけですよ。会社だって、なんかみんなが洋服2着ぐらい買って、もういいや、あと3年ぐらい買わなくていいやってなったら困っちゃうわけですよね。だからどうやって、3着4着買ってもらうかっていうことを考えて、広告をやったりマーケティングをしたりいろんなことするわけですけど、でもそれ繰り返していったら、人間の欲求は無限だけれど地球は有限なんです。まさにどっかで絶対破綻するわけであって、僕が言ってるのは、まずそのペースを少し見直しませんか。この過剰なサイクルって地球にもものすごい負荷かけてるけど、同時に一個買っても次のものが欲しくなって、そのためにまた必死に働くっていうのはすごい、いつまで経っても僕らも幸せになれるし、うんうん、そうであれば必ずしもお金を使わないけれど、例えばボランティアをするとか子育てをするとか、なんかスポーツをするとかって、結構それはそれですごい やりきったなとか充実感ってあるじゃないですか。そういうものをもっと重視していくような社会に転換していく。で、そのためには僕はやっぱりどこかで企業にもっともっとこう制限をかけていく。例えば広告やりすぎじゃないですか。広告ってもうちょっと制限しましょうよとか、もう24時間営業はやめましょうとか、
日曜日の営業はみんなでやめましょう、日曜日はもうちょっとみんなでゆっくりする日にしましょうとか、なんかそういう形での社会全体での制限をかけていかないと、なんか久本さんみたいにすごいこういい心持ちを持って企業経営をされたいと思っている方もいらっしゃるかもしれないけれど、そうじゃない企業の人たちもいっぱいいるし、競争の中でもやっぱ限界あるわけですよね、どれだけいい資本家であって。なので全体に制限をかけていくことでみんな平等にスローダウンしていく。でもそれが僕の本の主張で言えば、新しい豊かさを人生にもたらしてくれるんじゃないかなって思うんです。私も最近その顧問についていろいろ考えてですね、まあ、今会社をどうやって顧問にするかっていうことを今やってて、そのティール組織だとか、まあ、みんなでこう経営するってことを実際やってて、正直今会社経営してて孤独を感じることなんて一切なくて、みんなが仲間でみんなが意思決定するし、なんかあらゆるものをこの顧問で置き換えていくみたいな発想を今やってみてたんですけれども、一つがですね、服の交換会っていうことを実はちょっとやってみたら結構交換されまして、多分女性ってまあ失礼かもしれないですけど、クローゼットの中には使ってない服が多分眠ってるんじゃないかと、それを共有財に変えていくっていうのは一つあるなと。でそれをさらに発展させるとですね、ヨーロッパのどっかのフランスでちょっとやられてた動画を見てインスパイアされたんですけど、物々交換ステーションみたいなものを開発すればですね、もしかしたらいいんじゃないかっていうことで、もういらないものをどんどん持ってってですね、でそこからまた自由に回収していくっていう好きなものをまさに物々交換を今結構やろうっていう動きが世界的にあるんですね。あ、そうなんですね。これ今ギフトエコノミーって呼ばれていて、はい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 、今の社会ってやっぱり生活に必要なもの、誰もが必要とするもの、食べ物とか、家とか、まあ、電車とか教育とか医療とか全部お金必要になっちゃってるんですよね。まあもちろんその大小はありますけれど、でもそういうものって本当はもう少し、いや、ただに近づけることができるんじゃないか、うん、もちろんいいものを食べたい人、いい家に住みたい人はエクストラで払えばいいと思うんですね。そうですね。税金です。贅沢税。だけれど、最低限さえもままならない人たちっていうのを、やっぱりもっともっと減らしていく必要があると思ってて、で、それが減っていけば、僕らって多分そんなに働かなくてもいいんだっていうふうに気がつく人たちも出てくる。あ、食べ物と家って最低限もらえるんだったら、別にそんなに必死に働かなくていいじゃん。僕らってでも、やっぱり、食べ物とか、まあ、ローンとかもあるし、子供の教育どうしようっていろんな不安があって、だから必要以上に働いちゃって頑張っちゃうわけですよね。だけど、その結果として膨大な今商品とかサービスが生まれていて、で、今度じゃあそれをどうやって必死に売りさばくか、全然マーケティングとか広告とか悪循環になってしまう。まさに。これをやっぱりやめていくためには、今、下本さんがおっしゃったような、何か共有財的な、こう、無償でも手に入るもの、まあ、非常に安く手に入るものを国とか、まあ、自治体とかがもうちょっと増やしたらいいんじゃないか。今行き過ぎてる。市場経済が行き過ぎちゃう。それをちょっと逆向きにしていくことで生まれる豊かさがあるんじゃないのっていうのが、まあ、マルクスであったり、この、まあ、コミュニズム。まあ、コミュニズムっていう抵抗がある方は別にコミュニズムじゃなくて、コモン型社会の、ヒントなんじゃないかなっていうふうに。ありがとうございます。斉藤さん、まだまだお話を伺いしたいんですけれども、そろそろ時間が来てしまったということで、また来週もお話を伺わせていただきます。さて、そろそろお別れの時間ですが、久本さん、いかがでしたでしょうか？いや、もういつかお話したいなってずっと実は思ってまして、すごくなんかドキドキしてます。また来週もね、ぜひお話ししていただければと思います。いや、本当に本読んで人生変わったなと思ったんで。本を読んで社長が市長になろうとしているということですからね。大きな変化です。さあ、というわけで斉藤さんにはまた来週もお付き合いいただきます。この時間の相手は増田エリナと久本和明がお送りしました。